化け物。おい、マジかよ。なんで今やね。空気読めや、ボケが。いや、けどまだ距離あるし、動きも遅いから時間もある。とにかく今は帰んのでよ。やな。いや、マジ頼む。なんで、全然動かない。お前なんか変なことしたんじゃん。いや、なんも。弾取ろうとして。それで。指も動かせない。全然無理。なんか、たまにくっついてるみたいな感じ。どこかに仕掛けがあるのか。ねえ、なんか。おい、さっきよりやがなったらさ。人もなってんだよ、マジで。なんだ。何か仕掛けがあるはず。よく見ろ。考えろ。くっそ。この人形ごと数えていくってのはどうや。いや、多分足が地面と固定されてる。他になんか。おい、どこかに絶対なんか。おい、なんやねん。今考えとるからちょっと黙れや。もういい。あ？俺のことはいいから逃げろっつってんだよ。はあ、お前そんな言ってんだよ。かよ、このままいたらどの道全滅だろ。お前らだけでも逃げた方がいい。そんなことできるわけないやろ。あ、どっち、あかんだろ。お前ほんまか。超本気。わかった、逃げるぞ。何言ってんだよ、あだち。カヤ置いていけるわけない。清水、カヤの思いを無駄にすんな。別に見捨てるわけじゃない。今俺らだけでも逃げて体勢立て直さんと。清水、頼む。分かった、絶対助ける。走れ。なんで、お前が。カヤ、ゲームオーバー。こんにちは、こんにちは。今週のいただちゃんだよ。ちょっとミステリーで怖くなってきたから、いただちゃんでほんわりしようの回です。イエーイ。やっぱさ、人と話したいっていう話をこの前したやん、まあ、このここを見とる人がどんだけおるんかっていう話ねんけどさ、そう、機種変してさ、8から13 Pro にしたんよな。イエーイ。ついに4、5年ぐらい使っとってん、ずっと8で。それ帰ってさ、お兄さんにやってもらってんけどさ、やっぱ人と話したいからめっちゃ話してしまうよな。ねえ、なんかもういらん話めっちゃしてしまうよな。ごめんね。でもじゃあ俺バッチリみんなに広めるから、やってんすよ、広めてくださいって。お兄さん見てますか、見てますか。お兄さん、こんにちは。いただちゃんだよ。おい、見てんじゃねえよ。